采配に関しては選手を一つの駒として扱わなければいけない、そういう仕事ですけど、選手には皆心があると思っていますし、選手の心を預かる仕事だというふうに思っています。楽しむための楽しむじゃなくて、厳しい戦いに勝つための楽しむ、勝ちにこだわって楽しんでほしい。選手選考で重視することは、どういう長所を持っているか、精神面でタフに戦っていけるか、協調性があるか、性格がチームのために戦える選手であるか。選手はロボットではない。試合に出るために日々努力をしてくれている、その心があるということを忘れてはいけない。サッカーはおそらく球技の中で一番ミスがたくさん出るスポーツ。思い通りに行くことの方が少ない。だからミスが出た時にみんなでカバーし合って取り返そうと伝えています。世界チャンピオンになるために基準、目標を持って、今何をしなければいけないのかというトライを絶対に忘れてはいけない。日本人は目標を設定した後に緊張感や責任感というものを押し付けなくても、それぞれが責任を持ってチームのために戦える。基本がしっかりしている人は、何らかのアクシデントや不測の事態にも落ち着いて対処ができる。ドーハの悲劇を経験したからこそ、その後の困難な出来事や想定外のアクシデントも乗り越えられました。チームメイトと勝利を目指して切磋琢磨することで、技術の向上だけでなく、人間性の部分も磨けるのがサッカーの魅力。組織の中で自分を使わせる力であり、人を使うこともできる力。組織の中で連携連動して機能できる子が本当の子です。理想通り行くことの方が少ない。それをどう修正しながら次に向かっていけるか、自分の中では大切にしているところです。